昔から会って育てたことあるっていう方の方が多いと思うんですけど、初めてでも育てやすいコリウスです。花も咲くけど葉っぱを楽しむ夏の代表的なリーフで、品種も豊富です。ホームセンターさんにもお値段安めでいろんな品種が出回ってます。これは栄養系コリウスって言って、挿し木で増やしてあるコリウスです。普通のコリウスのやっぱ倍ぐらいはするんですけど、いろんな色とか品種があって、色がすごく鮮やかで、大型品種から中型品種、あと小型品種と、本当にもう色も種類も豊富です。これ去年とかイエロービームとかも植えたんですけど、小型品種とはいえ一株でめちゃくちゃ大きくなりました。地植えすると結構大きくなりました。炎天下でも全然焦げなかったんですけど、品種によってはちょっと多少真夏の炎天下で焦げたりすることもあるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ強くて秋もすごくいい色になるので、今から植えておくのがおすすめです。これは2021年7月19日に植えたコリウスの寄せ植えです。一番左がワイルドファイヤーシリーズのブレイズっていう品種で、真ん中の小さいのが栄養系のブリリアンシーっていう品種です。ごめんなさい、その他はちょっと品種名が分かんなくなってしまいました。植えてから18日後でもうこんなに大きく成長してます。葉の色も気温とか肥料の効き方によってちょっと変わる品種とかもあります。右側の品種はちょっと品種名わからないんですけど、だいぶ緑っぽくなってます。左側の赤もちょっと色が薄くなってます。そしてこの時はここで一回切り戻してます。真夏の水やりが大変で、もうすぐ水枯れしてしまう時とか、あと高さを抑えてこんもり育てたい時とかに切り戻すんですけど、コリウスは成長が早いのでまたすぐ元の高さに戻ります。なので低く保ちたい場合は何度も切り戻して大丈夫です。9月13日私的にはここからの灰色が一番楽しみです。植えてから2ヶ月ぐらい経ってて、多分根っこもパンパンで、植えてすぐ緑になってたり、発色がぼやけてた赤も根っこが詰まってすごくいい色になってます。株元に植わっているのは栄養系ポーチュラカカンピーノです。元気色のバイカラーですごく目を引きます。一株買って鉢に直接挿していって増やしてます。肥料は元肥と時々液肥を与えてます。でも与えすぎは良くないので控えめにします。コリウスはお水大好きなので、鉢植えの場合は成長してきたら毎日たっぷり与えます。真夏は水枯れに注意です。11月14日です。耐寒性がないので日本では1年草として育てることが多いんですけど、秋に掘り上げて室内で越冬すれば来年も楽しむことができます。11月でもまだコリウスの葉っぱ綺麗なんですけど、と冬の植え替えのためにカットしてます。カットして、そしてこれは前回の夏花に植え替えの動画でやったコリウスの直挿しです。挿し木で簡単に増やせて、夏のお庭をすっごいカラフルにしてくれるのでめちゃくちゃおすすめです。2つ目は動画で何度も紹介しているので繰り返しになるんですが、紫の葉っぱストロビランテスです。これはインパチェンスと寄せ植えした時の様子です。今回は寄せ植えじゃなくて庭植えで育て方をまとめてみました。これは2022年の6月の9日です。6月ぐらいから3号 3.5 号ぐらいで300円から400円ぐらいで売られていると思います。脇芽増やすためにカットします。これも
ごめんなさい、ちょっと画像が乱れるところがあります。これもこの下でカット。7月の31日植えてから約1ヶ月半ぐらい経ってます。植えてすぐ摘心したので、摘心してなかったのと比べてないのでわからないんですけど、今枝数が5本から6本ぐらい出てます。夏を越えて9月16日です。ペンタスの勢いに押され気味なんですけど、暑さに強くて直射日光でも元気に育ちます。ストロビランテスだけ見るとなかなかこう癖のある葉っぱに見えるんですが、ピンク系の花にもよく合います。11月30日に冬越しのためにバッサリ切って掘り上げてます。ちょっとだけ下の根っこ切ります。このまま仮植えして無加温の室内で越冬します。耐寒性は凍らなければ0度ぐらいまで耐えれると思うんですけど、念のために室内に入れてます。1年前の5月です。夏の花に植え替えるときに花壇に地植えしました。元肥を入れて植えてます。肥料はそこまで与えすぎない方がいいと思うんですけど、しっかりした株にするために微粉ハイポを1シーズンに2、3回はあげたと思います。8月です。日陰でも育つんですけど、日当たりがいい方が葉っぱの色の発色はいいと思います。ただ真夏炎天下で何日も雨が降らなかったりすると葉っぱがしなーってなってたりします。こういう時は地植えでもたまにお水を足してあげたりしてます。夏を越えて10月、コリウスと同じぐらいの高さ1メートル弱ぐらいまで成長してます。カットして冬越しします。11月、これが2回目の冬越しです。2年目は大株になってすごい存在感あります。短く切って、根っこも短く切って、またプラ鉢に仮植えします。3月末ぐらいから室内から外に出して外の軒下で管理してます。冬は葉っぱ全部落ちて、今4月になってようやく少しずつ新芽が出てきてます。だいぶ芽が吹いてきました。そして今年も5月19日に庭に地植えしました。植えて1ヶ月後、現在の様子です。これからまたぐっと伸びてくると思います。暑さに強くて虫もつかないし病気もなくて、ここは滋賀県なんですけど外で越冬できないので掘り上げる手間はかかりますけど、冬0度ぐらいにしかならないところだったら植えっぱなしでも越冬できると思います。3つ目はイポメアです。さつまいもの仲間で生育が旺盛で這うように広がるので夏のグラウンドカバーとしても使えます。イポメアは寄せ植えでの動画しかないので寄せ植えで説明したいと思います。こちらがブラックです。他に斑入りの品種もあります。垂れ下がるように広がるのでハンギングに向いてます。ライムバでも夏バネにしっかり育てておけば直射日光に当たっても葉焼けしないので6月ぐらいから植えておくのがおすすめです。害虫はアブラムシがつくことがあるんですけど、オルトランを株元に巻いとくだけで十分防除できます。この葉っぱに穴が開いてるのは多分バッタに食べられたんだと思います。スミチオンとか巻くといいんですけど、なかなか全部駆除できないのでたまにこんな感じで食べられたりしてます。イポメアはめちゃくちゃ生育が旺盛なので植えてから1ヶ月半で
1回目の剪定をしてます。病気は黒斑病とか立ち枯れ病になることがあるようなんですけど、鉢植えではあんまり病気にならないっていう印象です。私も今のところなったことなくて、もし黒斑病が出た場合はベンレートとかで殺菌、あと立ち枯れ病になった時はすぐ処分します。一本目はもう鉢植えの場合は葉が茂りすぎて夏の水やりが大変になるので、その場合は短く切り戻しすると水枯れも防げます。でもこう垂れ下がる姿を楽しみたいので、この時も8月2日に葉を減らしてます。ライムの方もこれもまたイボ目を少し減らしときます。10月27日です。寒さに弱いので寒い地域では一年草として育てます。あったかい室内なら振り越しもできるので、ここで掘り上げて室内に取り込むといいと思います。いつも掘り上げると立派なお芋さんができてます。ユーフォルビアのチョコリーフです。だいたい500円ぐらいで売られていると思います。去年5月初めて花壇に植えてみたんですが、手間もかからずめちゃくちゃ良かったので紹介したいと思います。1回も剪定してないので10月には1メーター超えるくらい大きくなりました。花は秋になってちらほら咲いてます。でも花を楽しむっていうよりは葉っぱだけで大満足です。11月です。お日さんが大好きなので、できるだけ日当たりのいいところで育てると灰色が綺麗になります。病気も全然なくて、ユーフォルビア独特の切った時に出る樹液が害虫も寄せ付けないので、とても育てやすいです。ただこの液でかぶれることがあるので、切り戻したり剪定したりするときは必ず手袋をしてほしいです。去年は掘り上げなかったんですけど、これも秋に掘り上げて仮植えして室内で越冬するとまた来年も楽しむことができます。今年は掘り上げてみようかなと思ってます。今年はさらに日当たりのいいところに植えてみました。そしてこれがユーフォルビアの、今回買ってきたのはダイヤモンドスター八重咲きの品種とスターブラストっていうピンク色の品種です。葉っぱが黒でお花がピンクっていう、この色合いもすごく綺麗です。花って言ってるピンクの部分は苞葉といって、花を包んでる葉っぱのことなので、今回リーフの方に入ってもらいました。このユーフォルビアも暑さにめちゃくちゃ強くて、夏でも休まずずっとお花あげてくれます。でお水やりも、まあ、全然っていうことはないんですけど、鉢植えの場合はお水やりしないとなんですけど、地植えだともう本当雨任せでも、よっぽど雨降らない時はお水あげてますけど、そんなに頻繁にお水あげなくても夏でも大丈夫です。かなり乾燥には耐えてくれます。直径33センチの鉢です。平鉢です。これにユーフォルビアダイヤモンドスターを使って寄せ植えします。まずペチュニアです。ペチュニアのアマゾネスプラムコカトゥ、花は大輪系なんですが優しくて涼しげな色です。これくらいならそんなにほぐさなくてもいいかなと思います。表面だけ軽く掃除して、
してユーフォルビアのダイヤモンドスター。これもめちゃくちゃ株が張るので人苗で十分大きくなります。これも軽くほぐして、つめつめに植えないので軽くで大丈夫です。ユーフォルビアは高さ3、40センチになるので、後ろと前がある場合は後ろの方に植えときます。次はガーデンヒポエステスのピッピホワイト。普通のヒポエステスより直射日光に強く改良されてます。赤に赤とピンクがあります。これは普通のヒポエステスで寄せ植えしたものなんですけど、徐々に慣らしていったら真夏でも外で大丈夫でした。そしてこれは挿し木で増やしたヒポエステスで植えた寄せ植えです。これが1ヶ月半後にはこんなに成長しました。2021年7月で3年前で、とても懐かしいのを出してきたんですけど、この時もヒポエステス、真夏、外でも大丈夫でした。今回ヒポエステスはあげてないんですけど、夏の寄せ植えのカラーリーフとしてこちらもおすすめです。冬は寒さに弱いので室内でないと越冬できません。ずっと直射日光のところでも葉焼けせずに育ってくれました。ヒポエステスも高さ結構3、40センチになるので、前と後ろがある場合は大きくなるのを計算に入れて後ろとかに植えた方がいいと思います。この3株でも十分 OK なんですけど、これオリズルラン、クロロフィツムスターライト、涼しげにこんなのグラスを入れてみようと思います。ちょっとこれは私は育てたことない品種で、オリズルランの仲間だとちょっと直射日光焦げるんじゃないかなっていう感じなんですけど、一回この直射日光でも大丈夫か育ててみようと思います。根っこはすごいです。生育旺盛そうです。これを奥行きに、めちゃくちゃ余裕を持ってこの4株で寄せ植えです。こちらはユーフォルビアのスターブラスト、ピンクがかった品種の方で寄せ植えを作ってみたいと思います。一緒に合わせるのはこれも夏のおすすめ、アルテルナンテラは秋のイメージだったんですけど、最近夏前からたくさん出回るようになっているのでアルテルナンテラもおすすめです。これはレッドフラッシュと、これがピンクスプラッシュ。これは2020年の6月18日に植えた寄せ植えで、アルテルナンテラのリトルロマンスっていう品種です。約1ヶ月半後の8月7日の様子です。暑さも全然平気でどんどん成長します。特にこのリトルロマンスっていう品種は生育旺盛なので、鉢植えの場合は水やりも大変なので散髪してあげた方がいいと思います。そしてこれが11月12日の様子です。秋の灰色もすごく綺麗です。今回は日草のこのフリンジとかちょっと八重咲きみたいになってる品種と一緒に植えてみたいと思います。私の予想では一番背が高くなると思うので真ん中に植えます。2つに分けれたので、その周りにアルテルナンテラ、こっちも2つに分けれました。
して二人子草敏花です。これミラーシリーズ、ちょっとこっち花落ちちゃったんですけど、つぼみはいっぱいあります。ちょっと色違いで買ってきました。あとアフロディーテ、フリフリってした花びらです。ちょっと日日草3方向に入れて、もう一個日日草があればよかったんですけど、ないので、これも夏によく出回るリッピアです。メキシカンスイートハーブの斑入りです。触るとすごくいい香りがします。これも生育が旺盛で秋深くまで楽しめるんですけど、寒さには弱いので、ちょっと防寒対策しないとこの辺では冬越えれないです。でも暑さには強いので、夏の寄せ植えとかにすごく重宝します。久しぶりの寄せ植えが楽しすぎますめっちゃ楽しい。ペチュニアの方の寄せ植えです。植えてから約1ヶ月ぐらい経ちました。オリズルランの葉っぱも焦げずに、ちょっと葉先が茶色くなってるところがあるんですけど、炎天下でも焦げずに育ってます。そしてペチュニアのボリュームが一回りぐらい大きくなってます。1回も切ってないので、そろそろ1回切ろうかなと思ってます。だいぶ伸びてます。明日、明後日ぐらいから梅雨入りなので、一回バッサリ切ります。雨に強い品種なんですけど、どうしても今から雨ばっかりになってくるとカビたり蒸れたりするので、一度カットします。株元を掃除して、ポエステスのバランスを見て少し剪定しておきます。またすぐに花上がってきてくれると思います。葉っぱの色がちょっと薄めなので、一回乾いたら液肥を出そうかなと思ってます。こっちは植えてからまだ3日です。今梅雨入りして雨の降り方が激しいので、軒下で待機中です。1週間くらいして落ち着いたら外に出していきたいと思います。今回は夏におすすめリーフとその特徴とか育て方を紹介したんですが、他にもこれは斑入りのハイビスカス。斑入りのハイビスカスも暑さに強くて、どんな環境で育てられてきたかにもよるんですけど、本来は外の直射日光でも大丈夫です。植えてから3ヶ月後、秋になって花もよく咲きました。ハイビスカスは新芽にアブラムシがよくつくので、見かけたらすぐ薬をスプレーしてます。そして12月です。ハイビスカスも室内、この辺では無加温の室内でも越冬できます。あったかい部屋だとより安心だと思います。夏は夏しか楽しめない南国っぽいリーフとかがあるので、暑くて嫌なんですけど元気に乗り越えましょう。そして秋の葉色も楽しみましょう。
ご視聴ありがとうございました。